和田剛、育成は違うユニフォームでいい？まさかの変更へ。ロッテがファームユに導入、NPB では異例、マリーンズといえばピンストライプ、一軍にならないと着れないと監督自ら提案。お前が帰るんかい。サンキューあった。やっぱ和田が正しかったか。さすがプロテクトガイ。和田剛がユニフォームに苦言を呈した結果。人的保障候補さんってレジェンドだわ。いい施策かと。今はどこもファームの環境が恵まれすぎてて。自分はごね得してソフトバンクのユニフォーム着てるけどな。吉井正人、強しアイデアありがとな。胸にロッテ二軍とか書いてもっと格好悪いのにしなよ。経費爆上がりじゃん、お前が払えよ。グッズ収入増えそうだしええやん。国母が吉井とは同郷やから一緒に盛り上げたいって言ってたしな。広告ペタペタしたいだけやろ。ホークスフロントじゃお前もユニフォーム変えよう。話題嫌です。同期が二軍と同じユニ着たくないってごねてたんやろか。もう何言ってもお前が言うなって感想しか出てこない。ふーん、でお前はどこのユニフォーム着てるの？自分は西武のユニフォーム着ないのにな。これもう実質ロッテに移籍やろ。来年はマリーンズ和田が見れそうやね。行き来する選手は面倒くさそう。育成はこれでいいと思うけど。部活ジャージでいいやろ。わざわざ別のユニ用意する方が手間なんちゃうか。むしろどんどんそういうのでお金使った方がええやろ。二軍で金稼ぐのにも使えるし。こいつなんでこんなに権限あるねん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。